全長333メートル、世界最大の原子力空母ジョージ・ワシントン。この空母を一目見ようと、横須賀基地では大勢の人たちが長い列を作りました。今年9月、日本に初めて配備されたジョージ・ワシントンは、韓国軍や自衛隊との共同演習などを行った後、先月21日、横須賀基地に戻りました。ジョージ・ワシントンが市民に公開されるのは初めてです。参加した人たちは実際に空母に乗り込み、甲板や格納庫など艦内の見学を楽しみました。想像してたよりすごく大きかったですね。非常に大きくてびっくりしました。アメリカ軍はジョージ・ワシントンを一般公開することで、原子力空母に対する根強い不安がある地元横須賀市民らに安全性をアピールする狙いがあるものとみられます。